セーペトカ教会バグ構のセーペトカ教会。通称、セーペトカ教会あるいはセーペトカ地下教会は中世、ブルガリアに建てられたブルガリア製教会の聖堂。ブルガリアの首都ソフィアにある。セーペトカ教会は一室の新郎を持つ、小さな聖堂で、その高さの半分ほどは地面を掘った穴の中にある。教会はかつても今もソフィアの中心部となっている地区に立っており、現在は、 スムデパートの地下道に接続している。教会はその半円柱型のアーチ型屋根、休憩のアプス、そして第二次世界大戦後の発掘により発見された地下聖堂などを有する。その外壁は1メートルの厚さがあり、石とレンガによってできている。聖堂はオスマン帝国の支配下であった16世紀に登場し、かつての古代ローマの宗教施設の後に建造されている。 今日では14世紀、15世紀、17世紀、19世紀の壁画で知られる文化的遺産である。聖堂はブルガリアの聖ペトカと呼ばれる11世紀の聖人に捧げられたものである。また、バグコという呼称は、教会が中世にバグコたちの守護者となって機密を行ったことに由来する。 一説によれば、ブルガリアの国家的英雄バシル・レフスキはここで埋葬されたとされている。この説は、レフスキに関するニコライ・ハイトフの研究によって支持され、さらに1956年の発掘調査によって裏付けられている。発掘調査では、地下聖堂にいくらかの人骨が見つかっている。しかし、 1980年代に、ブルガリア科学アカデミーの考古学部門はこの説を、支持せず、厳しい論争を引き起こした。この説に関してはいまだ結論は得られていない。ありがとうございます。